フレードリック・ブルースターは、ノルウェーのサッカー選手。ノルウェー代表。ポジションは FW。オスロ生まれ。地元のウレルギーフ、FK リンの下部組織に在籍した。その後トベー、ステッソン大学に在籍した。2011年8月にエリテセリエンのスターベクイフに加入。21日に初出場。2012年4月22日に初得点。 5月29日に失踪から2得点を挙げてシーズン初勝利。40メートルを自己ベスト4.57秒を持つ彼の得点に関して監督のペテル・ベルスビクは彼の40メートル走に勝つには20メートルのハンデが欲しいよと述べた。2015年1月に3年契約でアイクソルナに移籍。翌年モルデ FK に移籍した。2018年夏に ハミルトンアカデミカル FC に期限付き移籍した。2018から19シーズン末までの期限付き移籍であったが、2019年1月にモルデ川の移行で打ち切られた。同月11日に3年契約でミエンダーレン・イフに移籍。2014年8月27日に行われたアラブ首長国連邦代表との親善試合にノルウェー代表として出場した。 兄のヒエティル・ベーレルもノルウェー代表のサッカー選手、ありがとうございます。